皆さんこんにちは、ダイです。現在私は JR 新山口駅に来ています。今回この動画は期間限定の出張運転、山口線〇〇の話に乗ってみたということでお届けしていきます。〇〇の話は長門、萩、下関エリアの観光列車で、普段は新下関、東萩間を結んでいます。ただ昨年6月末に発生した豪雨災害により美祢線並びに山陰本線は被災し、長期運休を余儀なくされたわけです。つまり山陰本線を走る〇〇の話も昨年6月末から運転を取りやめ、現在は暇を持て余しているんですよね。山口県を走る観光列車は〇〇の話以外に、ここ新山口から津和野までを結ぶ山口号という客車列車もあります。ただ山口号、1月から3月までは冬休みで運転しません。その間山口線には観光列車が走らず閑散期になるわけなんですが、ちょうどいいところに暇を持て余している〇〇の話があるということで、冬の山口線も楽しんでもらおうということで、1月から期間限定で〇〇の話が山口線を走るんですよね。普段なかなか見られない山口線の〇〇の話、今回は実際に乗ってみようと思います。ということで JR 新山口駅の改札口にやってきました。今回使う切符はこちら、新山口から上山口、しのめ、至福分割、津和野までの乗車券と〇〇の話山口線の指定席券です。普段はね、〇〇の話っていう列車名なんですが、山口線を走るということで〇〇の話かっこ山口線となっているわけですね。また乗車券も新山口から津和野まで通常1170円のところ、4分割することによって120円ぐらい安くね、乗ることができるんですよね。分割の話ですね。こちらの切符で早速入場していきましょう。今回乗車する期間限定の出張運転、山口線〇〇の話は、1番乗り場から10時50分発津和野行きです。普段〇〇の話山口線走るわけではないんですが、しっかりね、列車名が〇〇の話になってますね。そしてやってきたのが JR 新山口駅、山口線ホーム1番乗り場です。現在1番乗り場には10時20分発山口線ワンマン列車の山口行きが停車しているところです。今回乗車する山口線〇〇の話は、この後1番乗り場から10時50分発山口行きワンマンカー発車後、10時30分頃に回送列車として入線してきます。 JR 新山口駅、山口線宇部線の時刻表です。どちらも1日を通して列車本数そんなに多くないということで、ひとまとめにされているんですね。で、今回私は山口線に乗っていくということで、左側です。基本的に駅の時刻表っていうのは定期列車しか載せないようになっているんですが、山口線には週末限定で観光列車が走っているということで、山口号だけはこの時刻表に載っているんですよね。山口号10時50分発、これ〇〇の話と発車時刻が同じになっています。そうなんです、冬休みで空いた山口号のダイヤを〇〇の話はそのまま走っていくわけなんですよね。ただ山口号とは停車駅が若干異なるわけです。下の方を見ていくとですね、山口号の停車駅っていうのも表示があります。この青色のやつですね。山口号、新山口を出ると湯田温泉、山口、美保、しのめ、長門橋、知福、鍋倉、徳佐、津和野の順に止まっていくわけなんですが、今回乗車する〇〇の話っていうのは新山口を出ると湯田温泉、山口、終点、津和野です。山口津和野間、山口号だと6駅止まるのに対し、〇〇の話はノンストップで走っていくんですね。これも普段とちょっと違った光景を楽しめるというわけです。新山口駅一番乗り場には10時50分発山口線臨時快速〇〇の話、津和野行きやってきました。
こちら JR 西日本のキハ47型気動車です。いやー、普段はね SL、DL、山口号が発着している時間帯にね、長門、萩、下関エリアの観光列車が止まってるっていうのはなかなか違和感ありますね。側面表示は3色 LED になっています。快速ツワの山口線内もしっかり対応してるんですね。いや、これにはびっくりです。それでは早速丸々の話、山口線乗車していきましょう。乗車する際、列車内に段差があります。足元には十分気をつけましょう。車内はこんな感じです。この2号車は洋風車両になっています。ソファー席なんですね。座る席は2番 A 席ということで、2番 A 席は進行方向左側のここですね。2号車ドア横には記念のスタンプがあります。こちらの台紙の裏にですねスタンプを押せる欄があり、このようにねスタンプを押すと記念品になるわけですね。洋風の2号車に対し1号車は和風になっています。1編成でね和洋両方楽しめるっていうのが丸丸の話の特徴になっています。10時50分、新山口駅を山口線丸々の話発車していきます。実は本日1月13日が山口線丸々の話の運行初日ということでね、たくさんの人がお見送りに来ているわけです。新山口発車後すぐに山陽本線とお別れしていきます。山陽本線と山口線の間にはですね下関総合車両所、新山口支所があるわけです。丸々の話は通常萩、長門、下関エリア、山陰の海の景色を楽しんでもらう観光列車です。そのため山陰の海の方に向いて座席が向いているわけなんですが、今回私が座っている2番 A 席っていうのはちょうど目の前に窓がないところなんですよね。つまり外れ席なわけです。皆さんもね丸々の話乗車する先、2号車2番の A 席には気をつけましょう。丸々の話は臨時の快速列車です。途中湯田温泉山口以外の駅を通過します。列車は現在二保津駅を通過しています。山口線は全区間において非電化単線になっています。そのため
途中駅で列車交換が必要になるんですよね。列車が現在通過しているのが大都市駅です。この駅でね、新山口行きのワンマン列車を待たせて行き違いするわけです。 SLDL 山口号のダイヤをそのまま使っているということで、普段でもこの光景見られるんですね。山口線は非電化単線ながらも山陰本線からの特急スーパーおき号が乗り入れる特急街道になっています。意外と線路状態いいということでね、駅間長いとスピードを出せるわけなんですが、乗車している〇〇の話、客車列車の山口号の筋を使っているということで、スピードも客車列車に合わせているんですよね。それもあって駅間が長くてものんびり列車は走っていくわけです。新山口を出てから20分、列車がやってきたのが山口駅です。こちらの〇〇の話、ドアは半自動扱いなんですね。こちらの山口駅では時間調整のため2分ほど停車時間があります。11時12分、山口駅を〇〇の話発車していきます。山口号だとね、から何か停車して津和野に向かっていくわけなんですが、この〇〇の話、旅客案内上次の停車駅は終点の津和野です。1時間42分ほどノンストップで走っていくんですよね。こちらの〇〇の話、2号車販売カウンターが設置されています。新山口山口間は営業してないんですが、山口を発車するとね、販売が開始されるわけです。列車は現在通過しているのが宮野駅です。新山口からここ宮野までは山口の街中を走行してきたということで、平坦な場所、しかも列車本数も結構多かったわけなんですが、ここから先っていうのは山間部区間を走っていくわけです。宮野通過後、のんびり勾配を登っていく形で列車山間部区間を走行していきます。先ほどまでね、山口の街中を走行していたんですが、今ではもう山の上を走っていますよね。さあ、65度って冷ますのが大変なんですね。で、これを水道水で冷ますと、また尖閣の店の効能がなくなってきますので、古い旅館さんは自家宣言ということで浅い宣言の温泉をお持ちです。で、今普段は〇〇の話、山陰の海を見ながら走っていくわけなんですが、本日運行しているのは山口線ということでね、山間部の景色がメインとなっています。海とは真逆の山の景色をね、車内からは楽しむことができるわけです。先ほどもお話ししましたが、この山口線〇〇の話、 SLDL 山口号で普段使っているダイヤをそのまま使用しています。客車列車、山間部区間、のんびり力強く登っていくわけです。そのスピードでね、〇〇も話も走っていくということで、20キロ台でね、超のんびり走っていくんですよね。普段だったら気動車、ここだったらもっとスピード出てそうなイメージなんですけどね、20キロ、なかなか〇〇の話でも味わえない体験じゃないでしょうか。列車が現在通過しているのが篠目駅です。山口号もね、停車する駅なわけなんですが、山口号とほぼ同じ筋で走る〇〇の話は通過していくんですね。普段この駅を通過するのは特急列車ぐらいなので、結構貴重な体験になっています。列車が現在通過しているのが
三谷駅です。この駅特急スーパーおきごう全部止まるんですが、丸々の話は通過していくみたいですね。特急停車駅すら通過してしまうわけです。三谷通過後、車内では JR の社員さんからですね、丸々の話オリジナルのグッズをいただきました。今回のね、山口線特別運行のオリジナル商品ではないんですが、丸々の話のね、ちょっと小さなクリアファイルをいただけたわけです。これだったら切符1枚ぐらいは入りそうですよね。新山口を出てから1時間30分、列車がやってきたのが途中駅の地福駅です。山口線単線ということで、途中駅での列車交換が必要になります。旅客案内所通過駅ではあるんですが、列車交換のため10分ほど運転停車するわけです。通常運転停車だとドアは開かずにね、車内出ることができないわけなんですが、特別にですね、丸々の話を外から見てもらうためにですね、地福駅では扉が開くわけです。いやー、旅客案内所の通過駅なんですけどね、このようにホームに出られるっていうのはすげーありがたい話ですよね。普段は萩、長門、下関エリアを走るね、丸々の話が山口線の地福駅に停車してるっていうのはすごい新鮮ですよね。しかも運転停車の間外に出れないと思っていたんですが、こうやってね、外から見られるっていうのもすごいありがたい話です。諏訪の方面から行き違いとなる新山口行きの普通列車がやってきました。この地福駅で行き違いなんですよね。12時30分地福駅を丸々の話発車していきます。運転停車なんですが、特別にねホームに降りることができた貴重な体験ができましたね。山口県の豆知識なんですが、通常ガードレールは白色なのにかかわらず、山口県一部の道路っていうのは夏みかん色なんですよね。列車は現在徳佐駅を通過しています。三谷と同じく特急停車駅なんですが、丸々の話は通過していきます。また三谷と違ってね、こちら山口号の停車駅にはなっているんですが、丸々の話通過なんですね。通過しているのが船平山駅です。この駅、山口線内山口県最後の駅になっています。次がね、終点の諏訪野なわけなんですが、船平山諏訪野間で列車は山口島根の県境越え間走行していくことになります。船平山諏訪野間で列車は白いトンネルへ入っていきます。こちら山口県と島根県の県境越えのトンネルになっています。トンネルを抜けた先がですね、列車島根県なんですよね。全長約 1.5 キロと短い県境越えをしてね、列車は島根県側へと入りました。島根県に入り、しばらく走行すると列車は山を降りて諏訪野の街中を走行していきます。小京都諏訪野ですね。丸々の話、普段は山陰の海の景色を楽しみながら小京都萩へと向かいます。今回の特別運転では山の景色を楽しみながら小京都諏訪野までやってくる、海と山真逆の景色ではあるものの、どちらも終着駅は小京都ということで、意外なつながりを見つけることができましたね。なかなか面白い列車でした。
新山口を出てから2時間8分やってきたのが終着駅諏訪野です。乗ってきたキハ47型機動車はこの後一旦引き上げ線の方に移動した後、諏訪野15時54分発臨時快速〇〇の話新山口行きとして運転します。期間限定の出張運転山口線〇〇の話に乗ってみた動画いかがだったでしょうか。普段は萩、長門、下関エリアを走る〇〇の話、冬休みとなる山口号の代わりに1月から3月期間限定で新山口諏訪野間を運転します。普段なかなか見られない山口線で〇〇の話、皆さん興味があれば期間中ぜひ一度乗ってみてはいかがでしょうか。またね、山陰本線が復旧して〇〇の話通常通り運転するようになりましたら、山陰の海の景色を楽しみながら乗れるということでおすすめですので、そちらもぜひ乗ってみてください。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。